すげえ。これ全部木だもんな。木の食感がすげえいいね。いやこれ晴れてたらもっと綺麗だな。今降りてきました。いやすごい作り。これは多分一回来た方がいいですね。はい、今ですね参拝終わりまして、道を下っています。いや本当にすごかったですね。特に境内については一点の価値ありですね。すごい木造が、いやすごい。今ですね車に戻ってきました。私が、行った時はもうザーザー降りだったんですけれども、帰ってくるところには雨が止んで、日が少し差してきましたね。なんかこう不思議な感じがしていいです。あとやっぱ境内の何でしょうか、このこうピリピリくる、ピリピリと言いますか、なんかこう来る感じはすごいしますね。パワーをもらえたような気がします。本当はもう少しですね、この笠森観音の周りの、まあ、公園だったり周辺のところ行きたかったんですけど、ちょっと雨の影響もあったので今回はここで一旦終わりにしたいと思います。また今度はですね、カラッと晴れた暑い夏の日に来たいなと思うぐらいいいとこでしたね。はい、特に境内は最高でした。ありがとうございました。今日はやってる。あ、やってるやってる。到着しました。パスタ屋さんですね。4月来た時はあの桜がすごい綺麗に咲いてたんですけども、今は夏で青々しく葉っぱがあります。やってそうですかね。ちょっと行ってみますね。
大丈夫です。すいません、いただきます。